はい、本日は晴天なり、本日は晴天なり。今外のマイクを使っています。今から元に戻します。はい、どうですか。はい、本日は晴天なり、本日は晴天なり。これはスマホのマイクを使っています。音はどうですか。まああんまり変わらんかったらな、これはこれでいいんやけど。それじゃあついでにこのね、この前したやつやけど、こいつもちょっと実験してみよう。この前録画したんやけどね、みんな、これはこっちにスイッチがあるから、これはねもう USB につけるだけでいいよ。ピンマイクやからこんな感じで。音はどうかな。これ本日は晴天なり、本日は晴天なり。音はどうですか。ピンマイクのいいのはね、移動しても音が小さくならないというか、ちょっと移動してみようか。こうしてね、ブラブラ回っても一応声が聞こえるから。この点、ピンマイクはなんかあったら便利やなと思うね。これでまあ音が良ければね、これでもいいんやけど、値段が安いけどね、これ3000円ちょっとかな。いいやつはね、2、3万するし、プロ用が使うと20万とか、受信機だけで40万とか、プロ用を買うとものすごく高いけども、まあ YouTube で動画を作るぐらいなら、これでもいいんじゃないかなとは思ってるんやけども、まあ今から編集して音を聞いてみよう。まあ、このね、これを見ている人もね、判断してもらえばね、どの程度でいいのかとかね。まあこの程度でよければ、これでもいいんじゃないかな。これ便利と思うわ。ちゃんと、ものすごく簡単ですね、取り付けも。はい、元に戻します。はい、これがスマホのマイクです。スマホのマイクでも悪くはないんだけども、まあわからんな。ちょっとどれぐらいの違いかわからん。違いがあるのかっていうのはよくわからんから。今からこれを編集して見てみます。